痩せるダイエットマヨネーズの作り方をお伝えします。この動画をご覧いただきますと、あなたご自身で痩せるダイエットマヨネーズが手作りすることができるんですね。その結果、綺麗に美味しく痩せることができますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧ください。あなたはご存知でしたか？こちらです。市販のマヨネーズ大さじ1あたり 12g、 カロリーが 84kcal。このカロリーを消費するために必要な運動量の時間は、です、こちらです。1ウォーキング32分、2水中ウォーキング24分、3ジョギング19分、4自転車こぎ12分、5エアロビクス15分、6階段上り11分なんです。いかがですか？運動で消費できるカロリーって本当にもうわずかなんですね。なので例えばこう丼、まあ、お茶碗1杯分の一膳のご飯がマヨネーズ大さじ3杯分と、まあ、同等のカロリーと言われてますから、そこにちょっとこうマヨネーズ大さじ1かけたこうマヨネーズご飯とかですね、かけて食べたとしましょう。するといかがでしょうか？マヨネーズ大さじ4杯分のカロリーですから、先ほどのウォーキングに当てて計算してみると、あなたは2時間歩いてようやくそのカロリーをこう消費できるわけなんですね。そこで、まあ、運動ももちろん大切なんですけれども、その運動でカロリーを消費する以上に消費できる方法があるんです。それは、別動画で肝臓を元気にする、まあ、肝臓ダイエットという形で私お伝えしておりますので、この動画を最後までご覧いただいた後に詳細欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。今からその材料と効能と作り方をお伝えしていきます。ではまず材料、名前は豆乳マヨネーズです。で材料はですね、1豆乳ヨーグルト大さじ4です。でこの豆乳ヨーグルトは、まず発酵食品であること、そしてコレステロールが動物性の、まあ、市販のヨーグルトに比べてゼロなわけです。ですからもうとってもヘルシーです。でこの豆乳ヨーグルトの作り方も実は別動画でお伝えしておりますので、痩せる豆乳ヨーグルトの作り方をご覧ください。そちらも詳細にリンク貼っておきますので、この動画ご覧いただいた後に、ぜひ参考にされてくださいね。では次です。白味噌です。小さじ1です。でお味噌自体もですね、こちら発酵食品ですよね。で、まあ、あと大豆製品ということで、こちらの発酵食品であったり大豆であったりはですね、あなたの腸内環境をまあ左右する痩せ菌と言われるその善玉菌が大好き、どんどん増えてくれる食べ物ですから、積極的に摂ることで善玉菌イコール痩せ菌ですから、自然に痩せることができるわけです。では3つ目、オリーブオイルを使います。大さじ1です。でこちらもですね、植物油と違いまして、やはりですね、腸内環境がこう喜ぶオイルなんですよね。腸内環境改善にも役立ちますし、また排便促進効果がありますので、ぜひぜひオリーブオイル使ってください。マヨネーズ、市販のですねマヨネーズに入っている植物油はマヨネーズ約7割が油なわけですから、やはりここはオリーブオイルを使うということがとってもとっても大切になるわけです。で他にも、レモン汁が小さじ1/3、あと塩コショウが、まあ、各少々ですね、お好みで作ってくださいね。で今回私はこの白味噌を使ってちょっと甘めのですねマヨネーズにしましたけれども、例えばこう手作り味噌作ってますですとか、まあ、普通にこう麦味噌、米味噌ですね、まあ、そういったお味噌でバリエーションを増やしてもいいと思うんですよ。ぜひぜひ無添加のお味噌を使ってくださいね。では、作り方です。以上、この材料をしっかりと練っていただいて混ぜるだけなんです。もうとっても簡単ですよね。ぜひぜひ簡単なレシピって続けやすいですよね。私もそんな手が込んだねメニューは日々そんなねできる時間がないので、もう簡単レシピ大好きなんです。あなたもお忙しいと思います。日々お仕事、子育て、いろんな家族のお世話も本当に頑張ってらっしゃると思うので、お忙しいあなたにぴったりの、ヘルシー豆乳、ダイエット
マヨネーズですね。ぜひこちらをもう早速今から作っていただいて、あなたご自身と、そして周りの大切なご家族や、周りの方々にどんどんこのレシピシェアして差し上げてください。さあ、いかがだったでしょうか。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。